これは一風変わった人たちが集まる病院でのお話。ふざけるな。可愛い演技ならできるんだよ。得意なんだよ。思春期なんだ。元気？お順平は？ぽかぽかすんな。お前が私を知ってるってだけで腹が立つ。病院中の嫌われ者大貫はパコという少女と出会います。私パコ。おじさんは？お前なんかに覚えられたくないよ。実はパコの記憶は一日でなくなってしまうのです。おじさんのこと知ってるか？知らない。おじさん、昨日もパコのほっぺに触ったよね。私は弱い人間になったのかな。何かしてあげたいんですね、あの子に。みんなでこの劇を。ガマ王子対ザリガニマジやるけ。この子の心に何か残せるって。私はこの子の心にいたいんだよ。パコと魔法の